方行くんだったらこのまま顎をかち上げすぐに。おーおーおー、はい、木戸さん、木戸さん、木戸さん、あれ、うん、木戸さん何読んでるんですか。バキ読んでるの、バキ。バキめちゃくちゃ好きですね。いやもうね、やっぱ格闘技漫画で言うのはやっぱ最高峰だよね。そうですね。なんかまたバキの技とか体験できたらいいんですけどね。あーまあな、なかなか現実でできる人なのな、なかなかいねえがんな。できますよ。うわーい、ありがとうございます。ありがとうございます。1年ちょっとぶりの、はい、おしみんさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。この前にもね、ちょっとあの撮らせていただいて、ね、はい、もう特訓していただいて、もう汗びしょびしょ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ここテアトルアカデミー、デミー東京校です。東京校です、はい、撮らせていただいて、まあ、前回もね撮らせていただきましたね。ありがとうございます。駐車場が高いんだ。近隣の。近隣の。駐車場なくてすいません。ああ、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 近隣が悪いんですよ。ね、近隣が悪いんですよ。で、今日は今日はですね、ホシミンさんに、バキの技を教えていただこうという企画です。おお、おお、空手の技ね。はい。おお、本当にマジで空手何にも知らないんですよ。はは、はい。はい。新空手だけ黒ビートですけど。お、すごい。新空手はあれキックボクシングですもんね。あ、そうなんですか。あれ新空手は肩も一切ないし、ほんとグローブつけてぶん殴り合ってる。あれはキックボクシングです。そうなんですね、はい、そうです。あ、じゃあもうひーちゃんのお箱、はい、カラオケですか。そう、あ、違う、あ、違う、違う、違う、もうほらキックが入ればお箱も、ね、あー、はい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 、はい、おっす、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おっす。三鎮立ち。三鎮、はい、それはあの僕バキ読んでるんで分かりますよ。あの船の揺れにこう大丈夫なやつですよね。こう揺れてる時とか、まあ揺れてる、あの電車の中とか、はい、もちろんもちろん、はい、電車の中だけじゃなくて、いろんな足場の悪いところで、まあ、三鎮立ちに関わらずいろいろやるんです。はあ、ただその三鎮立ちは流派によっていろいろ違うんですよ、はい、はいはいはい、まあ、うちの松濤館流でいうと、はい、まあ、大体肩幅ぐらいで、はい、少しあの八の字ですね。八の字です、はい、内股、はい、その時に膝が内股と思ってやっちゃうと膝を痛めちゃうので、はい、股関節がこう入る、はい、牙立ちになる。牙立ちってこうあるじゃないですか。こう牙立ち、それも知らないです。空手に牙立ちというのがあって、牙立ちっていうのがあるんですね、はいはいはい、牙立ちが鍛錬の立ち方なんですけど、はいはいはい、あの中国武術の牙立ちっていうのがあって、要は馬の馬に乗って、あー牙、はい、そういうそっちの牙ですか。騎乗の牙、はいはいはい、馬に乗ってそこにこう耐えうるとかいう、おー締める、ね、これはちょっと内側に入れながらとか、はい、これは肩幅ぐらいなんですけど、はいはいはい、これが内側に入るのはここが締まるからなんですね。ここでクッと締まる、はい、でも締めすぎちゃうと動けなくなっちゃうので、はい、ちょっと足開いて大丈夫ですね、はい、ここ、そうですね、ここでクッと入れる、はいはい、はい、これをこれ以上狭くならないようにここでこうで、それを牙立ちなのでもっと落とす。うわ、ここが丹田牙立ち、ここまで落とすんですけど、ここまで落として、いや、なんか出そうっすで、これがあ丹田牙立ち、あこれはすごい、できねえ。それで、すいません、これだって上半身上、どこにまた、あどこにまた戦えるなんてもんじゃねえっす。これで、これすごいよ、ここ絶対できない。ここですね。何それ。ここにずっといられると、なんかで、ここでこういう、うわ、このまま動く、すげえ。これが三鎮。三鎮、はい。で、これが幅が広い三鎮もあれば、流派によって、はい、ちょっと狭い三鎮もあったりして、で、白鶴家の立ち方がちょっと三鎮に近くて、あ、そうなんですね、繋がってるんですね、はい、ちょっとなんか押してもらっていいですか。ちょっと今度もいいんで、ちょっとこう、こうなるんですか、はい、で、これがハマ、ハマると、はい、押してください。これが、ここが、おー、これがこうして、自分の方にこう生かすためのなんか、ほー、このままで何でも抜けてると、ちょっと押してもらうと、このまま、あ、もうなんかこうなるんです、うん、これを相手の力をこう押したら、このままこう、お、
こうしていく感じのまま上がっていって、はい、どうぞ、はい、とこう、おお、あ、その状態を今こう立ってる、立ち上げる、はい、な、今何もしないと、はい、これはおー、なるほど、なるほど、はい、こう動かないですね、全然違う、はい、全然自分で、まずこの体勢ができないし、まずそもそも、でもちょっとね、足をどんどん最初に開いちゃっていい、あ、開いて、ここの締めだけ、小指だけはね、前に行った方がいいですね、はい、小指が正面を向く、正面を向くと内側に締まるので、ちょっと一回小指を外して、今の立ち方をしてもらっていいですか、ちょっと外、はい、ちょっと開いて、四股立ちっぽく、これでちょっとこう押しますね、はい、なんとなくこう、入れやすい、こう、あ、うん、はい、これを小指の中に入れます、はい、あ、本当だ、はい、耐えれるっす、耐えれるんです、へ、はい、いける、あ、本当だ、はいはい、あ、こっちの方がバランスいいです、確かに、そうです、はい、今度また外してもらっていいですか、外してもらってパンチを例えば打ったとします、こう、こうじゃないですか、はい、今小指入れてます、はいはいはい、小指入れてます、あー、あ、本当だ、確かに確かに確かに、こうじゃなくてこうなんだ、これあくまでも締めて、締めて内側に入って、はい、へー、ちょっと今日からこうやって歩きます、こうやってそれちょっとち、あ、これ違います、捕まるかもしれないめっちゃおしっこかもしれないなんか使えるな、そうですね、なんか試合でも実際に使ったりしてきますかね、そうだね、端まで倒れそうなったら向こうでうわっばーかっこいい急にサチやってるっつってで、次は成虫4連突き、はい、ムチケン風に、なるほど、はい、お願いします、もうそれでも何でも、はい、お願いします、この成虫戦を全部こう、はい、狙っていくんですけど、金的一斉水月行ったらそのまま上げて返す、あー、これあー、はい、ちょっとここここなしで、ここちょっとここ2つもらっていいですか、はい、あい、こう入るやつですね、はい、ここを使う、この羽を使ってこっちに行く感じですかね、はい、めっちゃ怖いです、これあのこのまま行って、こうもし顎を行くんだったらこのまま行く、顎をかち上げて上に、おお、うわー、おお、これ怖い、ちょっとやっていいですか、はい、どうやってやってんですか、はい、ひーちゃんにやられたら怖いかもか弱いからこのまま腕をふんとふ、まず、はい、まずまず金的、はい、はい、金的、はい、で、ここですか、水月、水月、はい、水月、はい、どこですか、はい、溝ですか、溝打ちですね、こう来たこの反動を返してこのままここに入れます、こうでもいいし、はいはい、こうでもいいし、こうでもいいし、はいはい、ポンポン、あ、おお、入れたらそのままこうでから返す、ポン返して、そうくるんと返します、こっちに返して、はいはい、先にもし顎を入れるんであれば、はい、ドーン、そのまま返して、ドーン、しっかり振り上げて、はい、返します、はいはいはい、欲しいのはここで一回止まっちゃうから、はいはい、これも返す、なるほど、これをもう自分の次の行く方向に返す、はいはいはい、はいはいはい、はいはいはい、おお、もはいはい、はいはいはい、素晴らしいです、ドヤ顔楽しいぞ、これこれ楽しいぞ、よかったよかった、読んでいきたいです、はい、ドーン、ドーン、勝ち上げて返す、そうです、はい、下から上がってきて返して、勝ち上げて返す、そうです、そうです、下から上がってきた、そのまま返して上げて、勝ち上げ、そうそう、そうです、そうです、なんだっすか、あこ出てますじゃあ俺だからちっちゃい頃からあれのああいう
香港映画大好きだから、はいはいはい、なんか戦いごっこだよ、こういうのよくやってたの。何の基本も知らずに、はいはいはい、めっちゃ好き、これすごいね、すごかったっすね。 ありがとうございます。あとあの関節の伸ばしと肩甲骨のこの伸ばしと重心のこのちょっとの掛けで威力を変えるだけです。これちょっと関節のこれじゃ あの今普通に、はい、普通にこれ、はい、普通にこう、はい、普通にこう、はい、これ肩甲骨をちょっと変えます、はいはい、おお、はい、これ達人みんな言いますね、肩外すって。そう、あと重心の本当のちょっとでこう浸透が変わるんですよ。これコート、はい、重心変えます、コート、ああで肩甲骨変えます、はいはいはい、で肘関節入れます、はい、手首つなげます、これ重心入れますこれ、はい、これあの僕達人に全部食らってるんですよ痛いシリーズ今もう最後のめ、まあまあ、まあ、本当そうですよ、この、体重、まあ、女性で、はい、まあ、体重ですよね、まあ、言っちゃえば、はい、で言うなら、まあ、耐えれてますけど、これをあの巨漢の人たちがドーンやってくるんですよ。もうね、私も何回もあっちに来そうになりましたあれなんで あんな、おめえ本当ですかみたいなで、痛いって言ってんのに、そんなにやってないのに、ね、そうですかって言うからドンって言おかしいなとか言っちゃって、達人あるわ痛いっていうのいや面白いね、うん、いやすごい、星見先生すごいな、いやいや、とんでもないすごい、私か弱いのでもうそれ毎回言いますけどそんなことないんですからないっていうのも失礼な話だけどお強いですからね、すごいマジですごいわ、いやいや、とんでもない、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にで先生のチャンネルでもね、はい、コラボさせていただいてるんで、はい、ありがとうございます、本当にいつも、いや本当こちらこそ、いやいや、あの次までに教わったことを頑張ります、あやりましょう、はい、ぜひぜひお願いします、よろしくお願いします、いつもありがとうございます、ご視聴ありがとうございました。もしこの後僕が痴漢撃退されたとするのならば、チャンネル登録よろしくお願いいたします。